で、まあ、会社なんですけどね、はい、なんで今頃やんだと、はい、そういうこと、大義がないとか、なんかいろいろ言ってるわけですけど、はい、別に大義なくて、じゃあ、バカ野郎解散という有名な吉田茂のバカ野郎で解散になった、はい、あれに大義があるのかとか、ですね、はい、黒い切り解散とかですね、うん、ネタフリ解散とかですね、いろいろこれまでの解散あったんですけど、はい、解散にそんな大義あったのかと、前回の選挙だって大義ないんだよ、別に。確かに、うん、はい、大義って何なのと、はい、そうですよね、大体、はい、うん、確かにいうことからまあ始めなくちゃいけないと思いますけどね、はい、まあ、タイミングとしては、うん、やっぱ自民党が強くなるタイミングで、まあそうですね、いいなと思いますよね、まあ、まあその要するに、まあ、はい、勝てる時に選挙やるっていうのは上等、上等だからさ、それが勝てそうな時にそういう権利を持ってるのが首相ですからね、うん、そうそう、はい、今後で言うけど北朝鮮も、はい、まあその年末から来年にかけての方が危ないと、うん、はい、いうことだったらもう そのあたりで選挙できないから、はい、そっちもずるずるいっちゃいますんで、はい、もう早く早くにやっとこうという、はい、まあ、判断もあるでしょうね、はい、だからそれからまあその民進党が今あの手たらくだから、そうですね、でまだまだその都民ファースト、国民ファーストですか、はい、あの岡田さんのあれも整ってないからね、はい、そうですね、体制が山本ね、うん、あれはやっぱ決断させてくれましたよね。そう、だから前原のいいんじゃないか、それは前原と山本のそれの僕が悪いんだと、はい、でもあの文春はですね、最近まあとにかくあの文春と朝日はですね、はい、同じようなことやってますからね。そうですね、文春は、うん、ちょっとどうかなと思いますけどね、はい、安倍北朝鮮解散は邪道なりと、うん、こう言ってるんですよね、はい、なんでまあやったかというと、やっぱり一つはまあ北ですね、はい、で、うん、もう一つは8月末に蓮舫が民進党代表を辞任し、前原が新代表に就任すると政局の流れが一変したと。まずあの山尾志織君の、禁断愛でですね、はい、幹事長人事でつまずいちゃったから ですね、と同時に自分 そのハニートラップ疑惑なんかも週刊文春に書かれましてですね、はいはい、で、自民党関係者曰く、自民党の民進党のスキャンダルに自民党議員は大はしゃぎでした。特に前原氏より煙たい存在だった山尾氏の記事が与えた影響は大きい。政権追及の急先鋒だった彼女が幹事長として活躍すれば自民党は打つ手なしだったはず。彼女が離党したことで民進党に対する不安材料は皆無となった。幹事長就任後に文春は記事を出してくれればもっと良かったと軽口を叩く議員、ね、幹事長就任後に出した方が良かったと。そうですね、まあ、そうだね、はい、確かに そうです。そこで9月2日以降ですね、はい、自民党は8月3日の内閣改造で思いのほか支持率が伸びていたと、意外に伸びたと、はい、そこで9月2日以降、自民党は5日ほどかけて情勢調査を行いました、うん、結果は前回獲得議席291議席からマイナス10議席とまずまずの数字でした、はい、でこれに自信を深めた安倍首相は会話の中で解散というワードを使うようになり、はい、政権、党幹部の反応を見るようになった、うん、幹事長の二階氏は解散が近いと感じ取り、副審の林美京幹事長代理、党本部の事務総長である本宿仁と連日選挙対策の打ち合わせを始めました。うん、ってなんで、はい、まあ、マスコミも、駆けつけて書いたわけですね、これは、うん。で、もう一つはですね、北朝鮮問題は安倍首相にとって選挙を有利に戦う材料になるはず。うん、安倍首相の頭にはもう一度3分の2の改憲勢力を確保することしかないと。そのために使える材料は何でも使いたいという気持ちなのではないでしょうか。で北朝鮮問題がプラスなんじゃないかと、もう佐世雅盛さんなんかは言うんですけど、はい、うん、しかし、じゃあって言ってまたその批判する方はですね、うん、3週間もの政治空白を生むのはどうなんだと、北朝鮮情勢が緊迫している最中にですね、はい、公示日の10月10日は朝鮮労働党の創建記念日ですが、選挙期間中に北朝鮮がミサイルを撃つ可能性は高い、その場合政府は迎撃命令を出すかどうか判断を迫られる、また NSC が非常時に招集する緊急事態大臣会合は原則として安倍首相が出席する、首相が遊説で東京を離れる間、もし非常事態が起きれば誰が最高責任者として指揮を取るのでしょうか、なんていうことをまあ言ってるんですけどね、はい、公示日にミサイルが飛んだら、うん、自民党圧勝じゃないですかね逆に、うん、もうこれはもう、うん、はい、あの、ね、祝報になっちゃいますよ。そうか、はい、そういう考え方も、はい、で安倍さんの解散にはあの党内でも異議がを言ってる人がいて、山本一太議員は、普通の国民の感覚からすれば安倍総理が自ら約束した説明責任から逃げたように見えてしまうと、うん、その賭け問題に関して言ってるわけですね。だけどさっき言ったように賭け問題は何も問題ありませんから、はい、で石破茂はですね、また石破がですね、うん、すぐ言うんですよね、これが、はい、ブチ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 、はい、
あの言い方がまた嫌なんだね。すごくいやらしいんだよ。なぜあの湿り気があるんでしょうね。あれだけなんかもうっとうらしいような感じで言うんだよ。やだね、あれね、もう解散権は抑制的に行使すべきだし、こんな党利党略みたいな選挙はおかしいだろう。たとえ勝ったとしても国民が政権を信任したとは到底言えないとかね、うん、朝新聞じゃないんだろうね、はい、だって党利党略でしょ選挙って。みんないやもう絶対そうですよ、うん、はい、党利党略みたいな選挙って党利党略じゃない選挙なんかないだろう。勝てるタイミングで使うのが解散権ですし、そういう議題をね、うん、持ってきてやるわけです。みんなその時に勝てると思ってやるわけですよ。負けると思ってやるわけないんだから、はい、そもそも消費税や自衛隊の問題はこれまで一度も党内で議論されていないじゃないか。北朝鮮が緊迫している時に解散すべきではないし、国民から政権は何をやってんだと言われるのも仕方がない。そんな人がいるかどうか、うん、分かんないですけど、そうですね、うん、でこれね、また週刊文春の記事の最後がですね、ノンフィクション作家の保坂正康氏が指摘する。これまだダメだ。本来解散総選挙というものは政権政党が有権者に問題点や争点を問う仕組みです。国会で問題点を議論した上で世論に問うべきです。自民党に有利な状況だからといって解散するのは政党政治とは言えません。安倍首相による政治の私物化に他なりませんなんて言ってるんだけど、はい、その別に保坂正康さんは政治の専門家でもないんですよ、はい、そうですね、まあ、もちろんそのノンフィクションでね、はい、過去 の, あ の, 歴史の日本の歴史的なあれをやってますから ね, ね、政治のことはもちろんご存知のですけど、はい、何もここで保坂さんに聞かなくてもいいと思いますけどね、はい、これで保坂がここに出てくると、やっぱ松井が、保坂さんの出版記念会で松井社長がですね、はい、安倍政権は巨、なんだ巨悪の塊、はい、一刻も早く潰さないといかんと、はい、朝日新聞みたいなことを言ってますよね、発言したというね、はい、うん、あれを思い出しますよね、はい、そうですね、うん、なんでここでまた保坂が出てくるのかなと、はい、うん、思い出しましたね僕は、はい、この文春はもうそっちの方に行っちゃったんですかね。まあ分からない、はい、まあ、そんなこと新谷君はそういうあれじゃないんで、そんなことはないと思いますけど、はいはい。